ドスンパンチの野田佳彦元総理大臣です。お願いします。皆さんこんばんは、野田佳彦です。6月20日から知事選挙始まりました。午前中の第一声は枝野さんが応援弁士を受けられました。夕方の出陣式はこの新宿駅の東南口でした。私がマイクを握りました。その時と比べて今日の聴衆の数は比較にならないほどたくさん来ていらっしゃいます。本当に心から感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。初日から今日まで私も毎日どこかでマイクを持つか、ビラを配るか、挨拶回りをするか、ずっと蓮舫さんの伴走をしてまいりました。理由があるんです。2年前の参議院選挙、夏でしたよね。夏の選挙、7月10日が投票日だったんです。蓮舫さんから頼まれたんです。その頃も蓮舫さんは候補者なのに全国の同志の応援にずっと行きっぱなし、自分の選挙全然やらないんです。で、野田さん、一度でいいから私の応援演説してくれないって言われましたね。それが投票日の前日の7月9日でした。銀座で蓮舫候補の応援演説をするはずだったんですよ。ところがね、ご案内の通り、まもなく三回忌になりますけれども、7月8日に安倍元総理が奈良で背後から銃撃されるという大変悲しい事件が発生をして、土曜日の蓮舫さんの候補者の凱旋が消えてしまったんです。私はその約束がずっと忘れられなくて、蓮舫さんが大きな勝負を挑むときは今度こそ最初から最後まで応援しようと思って今回の選挙に臨んでいる次第であります。20年にわたり同志中の同志として活動してまいりました。どれだけ多くの仲間たちが蓮舫さんの応援演説で助けられた、鼓舞され、尻を叩かれ、みんな全国の仲間が頑張ってきました。一番同志の応援をしたのは蓮舫さんなんです。ただ自分のことをお願いしますっていう演説ほとんどやったことがない。今回初めてじゃないでしょうかね。いや、だから私も今回力入ってるんですけど、それぐらいまっすぐでぶれないで仲間を信じて助けてくれる人、誠実な人であるということを皆さんにお伝えをしたいというふうに思います。一方ね、まあ、どうしてもやっぱりライバルに触れなければいけません。蓮舫さんとは20年の付き合い、現職の小池さんとは実は初めてお会いしたのは32年前、日本新党ができた時、私は首都圏の凱旋隊長、千葉県の県会議員でした。1992年の日本新党の参議院選挙で小池さん当選した。翌年の93年の衆議院選挙で小池さん当選した。その時に一緒に当選したのが、先ほどマイクを握っていただいた枝野さんと私なんです。その時は仲間だったんですよね。細川は元総理の一番の側近だったんじゃないでしょうか。その後今度は小沢一郎先生の側近になった、二階俊博先生の側近になった、そして一緒に自民党に行っちゃった、川を渡って対岸に行っちゃった、そして今度は小泉さんの側近となり閣僚となり、安倍さんの側近となり閣僚となり、見事な政界遊泳術であります。対極にある蓮舫さん、
愚直に自民の信念を訴え続けて立場変えない、見事に権力者に近寄って出世をしていく遊泳術。私はですね、政治的な立場が変わっても貫いている人は一定のリスペクトの念を持ちます。安倍元総理に対しての追悼演説はそういうストーリーでありました。でも政界遊泳術に長けた人は全然評価することができません。特に今回ひどいんじゃないですか。現職の知事が討論会に出てこなかったら政策論争なんか深まるわけないじゃないですか。公務優先、嘘をつくなんですよ。選挙以上に公務って入れませんよ。部下たちは公務入れませんよ。自分であえて作んなかったら、自分であえて使って忙しいふりをして論争から逃げてるんじゃないですか皆さん。だってそうじゃないですか。4月衆議院の補欠選挙、江東区でありましたね。あの時乙武さんを応援するために連日選挙運動してたじゃないですか。公務をほったらかしだったじゃないですか。目黒の区長選挙、自分の息のかかった都民ファーストの都議を出して毎日街頭立ってたじゃないですか。公務そっちのけだったじゃないですか。使い分けするなと私は言いたいと思います。現職が議論に出てくるかったら政策論争は深まらないですよ。この間ね、安住さんがいいこと言った、珍しくいいこと言った、武田の場で。それはね、バイデンは偉いって言うんです。バイデン、トランプ、テレビ討論やりましたね、1時間20分。あの時バイデンはね、寝不足で風邪気味なんですよ。でも出て行ったじゃないですか。あの時ね、制裁がないからといって今大統領選から降りろとも言われてる。だけど約束の討論には堂々と出て行ってきちっと論争する、これが現職のあるべき姿だと私は思います。逃げに逃げて論争から避ける、これは民主主義の精神に戻ると私は思います。そういう人はもう退場すべきです。この後ね、ご本人が政策をお話しされます。私は素晴らしい政策いっぱいあると思ってるんですよ。47都道府県で初めて公契約条例を結ぼうという、締結しようという。これでね、非正規の人たちを含めて賃金が上がる、あるいは労働条件変わる、画期的なことが起こると思います。さらには公共サービスに従事しようとする人たちが、若者が奨学金の返済で苦しんでいるとするならば、東京都で医療や福祉や教育の仕事に就こうとするならば奨学金の返済肩代わりしようとする、これもものすごいインパクトのある事業だと思いますよ。そういうことをね、政策論争でどんどんとやるべきだったと思います。逃げて逃げてそういう議論ができなかったこと、この一点を持ってしまう小池百合子さんはもう知事失格だと思います。候補者が逃げて隠れている、応援団も逃げて隠れてますね。実質は自民党ガンガン応援してるんじゃないですか。裏金問題で痛い目だった国会でも、そろそろ挽回していかなければいけないきっかけにこの都知事選を位置づけているはずです。ところがね、ステルス作戦でしょう、見えないでしょう。萩生田さんがマイク握ってますか。丸川さんがマイク握ってますか。下村さんがどこか出てきますか。全部隠れてやってますね。政策活動費も投入されてるかもしれませんね。こういう選挙やめましょうよ。今日先発だと思いますよ。東京都連会長萩生田さん、2723万円の裏金作った人じゃないですか。机の中に入れてたって言ってましたね。政治資金使ってなかったら脱税じゃないですか。これ会長代行丸川さん822万円、自分の口座を管理してましたって言ってましたね。
俺も政治資金使ってないことじゃないですか。脱税じゃないですか。脱税のチームに応援をされる人も私は同じ穴のタヌキだと思います。同じ穴のタヌキは畜生じゃありませんか。行政もガラス張り、政治もガラス張り、ガラス張りの改革をするためにどうぞ蓮舫にご支援をいただきますように心から心からお願い申し上げて、今年の代執行をお伝えとさせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。野田佳彦元総理大臣でした。ありがとうございます。